こうお湯をちょっとずつ足さないとね、一回薄くなっちゃったらもう取り戻し効かないから、こういうたい、こういう感じやん。絵的にこのまま食いたいんだけどね、鍋のまま。ちょっと多分これ味濃いぐらいだと思うんですけどね。あっつ。多分もうちょいお湯足すと思うけど。できました。美味しそうじゃない？あら美味しそう。あら美味しそう。スープ、もうちょい多分お湯足さないと、ちょっと濃いかな、これはさすがに。あら美味しそう。ちょっと味見してみます。多分さすがに濃いと思う。これ味濃いのが好きな俺でも、あ、ちなみに風呂入ってきたんで、さすがあっつ濃いと思うんで、うん、あ、意外とちょうどいいかも。これぐらいでいいかな。あ、これぐらいでいいわ。うん、でこれでこのごまラー油っていうのがついてるんで、出前一丁ね、ごまラー油ここかけて、できました！完成。よし。完成。ちょっとこれ。鍋どうしよう、こっち置いとくか。できたー。絵的に鍋のままね、食った方が閲覧持つ気がするんだけどね。味が濃いのが好きなんでね、そっち優先しちゃった、閲覧とかより。ちょっとだけ変わる気がするんだよね、絵的に。なんかさ、鍋のまま食うの見てるとちょっと楽しいじゃん、なんかワクワクしない、ちょっと。うん。あ、ちなみにさっき吉江さんがね、女のケツとかなんとか言ってたのはこれです。ヤングマニュアルっていう。ヤングマニュアルって雑誌ですね。えなかこ表紙だったから買っちゃった。俺普段ね、ヤングアニマルなんて多分一回も買ったことないけど、えなこが表紙だから買っちゃった。ひなりに似てるんです。ひなりちゃんに似てるんですよ。ひなりちゃんっていう子がいてですね。すごい可愛い子なんですけど、その子にね、えなこが似ててね、そっからえなこ好きになってて、ね、えなこね、表紙なんで普段買わないの買っちゃいました。はい、あ。よいしょ。よっ。ケーキはちょっと後で。いただきますか。ケーキ残ってますよ。全部食わなかったんで、量あるんでね。うん、伸びてる。伸びてるな。西翼ってなんすか。なんかの AV 女優かな。伸びてる。うん。つばにゃん。はははは。西翼ってつばにゃんなの。そういえば AV 出るとかなんとか言ってたよね。え？西翼ってつばにゃんの AV 名ってこと？マジか。超伸びてる。めちゃくちゃ伸びてるんだけど。袋閉じ？え、なに？ツバニャンの何袋閉じがあるの？なんかの雑誌に。伸びすぎだろ、てかこれ。まあでも美味しい。うん。そうなんだ。何の雑誌についてんの？袋閉じ。まあ、別に、あれだけど。マジかよ。ポスコ、週刊ポスコか。これ見てみろ。え、これがそうなの？なんだこれ。なんだこれ。ヘズマ龍の元カノ西翼、迷惑男の出会いと別れ。何これ。
ヤフーニュースに載ってる。あ、AV 女優名ってこと？西翼って。何これ知らなかった。いや、知らないよ、こんなの。そうなんだ。AV ってもう販売して、発売してるんですか？ちなみに。AV ってもう発売してるんですか？ あー、伸びてるな、美味しいけど。伸びなかったらもう一個欲しかったな。いや、やりすぎだなってのは分かってたんだけど、卵をさ、ちょっと火通したいなと思ったら、麺の方を犠牲にしてしまったっていう。ムード写真集なの？ AV じゃないんだ。あ、そうなんだ。え、ヌードになっただけ？ AV じゃないの？なんか AV とかっつってなかった？ AV 女優になるとか言ってた気がするんだけど。AV じゃないの？ただのヌード写真集ってことですか？AV 出ないのって、 AV なんか出るわけないでしょうよ。いやー、買いたいような買いたくないようなだね。買いたいような買いたくないような。微妙な気持ち。ツバニャンのは、別に純粋になんか汚そう。こんなこと言ったらあれだけど、汚そうだから見たくないって気持ちと、あと、バカにする意味で見たいっていう二つの気持ちがある。汚そうだから見たくないんだけど、でも、バカにする意味で見たいっていう、なんか見たらバカにできそうみたいな。二つのね、買いたい買いたくないって気持ち、葛藤してるよね。あ、お茶どうも。普通に女の裸としては見たくないわな。ちょっと微妙だね。買おうか迷うね、それは。うまいもん。伸びてるからうまいわ、普通に。初見お茶&サポしました。ありがとうございます。うめえ。足んないな、これ。もう一個ぐらい食いたい。太っちゃうけど。あ、そうだ、メンバーシップ作るの忘れてた、そういえば。そうだ、忘れてた。卵超うめえ、これ。この火の通り加減やばいよ。卵のこの絶妙な火の通った感じ。めっちゃうまいわ。メンバーシップ、いや、最初作る気なかったんだけど、なんか、ちょっと勧められて作ろうかなぐらいに。まあ、そんな高額ではやんないけど、やっても。卵はね、いいね。いや、うどんはね、なんか、うどんはね、2個って感じだったけど、煮込みうどんは。これはまあ2つ欲しいっちゃ欲しいんだけど、てかそもそも確か、卵多分1個しかなかった。まあ奥の方にあったかもしんないけど、冷蔵庫の見えてるとこに1個しかなかったし、奥の方にもしかしたらあったかもしんないけど、見えたところが、冷蔵庫パッと開けたところに1個だけあったから、もう1個でいいやってのもあったんだけど。わあ、卵激妙。火の通り方絶妙だわ、これ。めっちゃうめえ。うまっ。あー、うまい。